ブライトバーン、恐怖の拡散者は2019年のアメリカ合衆国のホラー映画。監督はデビッド・ヤロベスキー、出演はエリザベス・バンクスとデビッド・デンマンなど、従来のスーパーヒーロー物語の提携を踏襲した上で超人的な力を持った少年が邪悪な存在だったら、との想定で繰り広げられる惨劇の行方を描いている。2006年、カンザス州ブライトバーン。 ある日の夜、ブライア夫妻が営む農場に宇宙船が墜落した。宇宙船の中には赤ん坊がおり、夫妻は彼を自分たちの子供として育てることにした。二人は赤ん坊にブランドンと名付けた。それから12年後、ブランドンは自分に超能力が備わっていることを自覚し始めていた。しばらくして、ブランドンは眠ったままナヤへと歩いていった。ナヤには、 宇宙船の残骸が収納されており、船体には異星人の言語が刻まれていた。異変に気がついた鳥が駆けつけたため、その日は特に何も起こらなかった。思春期を迎えたブランドンは、ブライア夫妻に反抗的な態度を取るようになったが、二人は反抗期だと思ってさほど問題視しなかった。夫妻は地元のレストランでブランドンの誕生日を祝うことにし、その場に、 兄夫婦も招待することにした。ノアはブランドンに猟銃を送ったが、カイルは息子に猟銃を渡そうとしなかった。ブランドンがもっと大人になってから渡そうとしたのである。ところが、ブランドンはそれに激怒してしまい、誕生日パーティーは台無しになってしまった。ある日の朝、ブランドンはフォークを噛み砕くという気候に走った。その頃、カイルはブランドンに何か異常が起きていると思うように、 なった。一方の鳥も、ブランドンの部屋に人間の臓器の写真があったのを見つけ、ブランドンの異常に気がついた。夫妻はブランドンをキャンプに連れ出し、ブランドンの抱える悩みを引き出そうとしたが、どうにもうまくいかなかった。その日の夜、ブランドンは超能力を使って、キャンプ地からクラスメートの家に行った。ケイトリンはカーテンの後ろに隠れていたブランドンに気がついたが、 あっという間にブランドンは姿を消した。キャンプから帰った後、カイルは鶏たちがブランドンを恐れているかのような挙動をしていることに気がついた。不審に思ったカイルが調べると、鳥小屋で引き裂かれた鶏の死体が見つかった。鳥は狼の仕業だと思ったが、カイルはブランドンの仕業に違いないと確信していた。授業でトラストフォールを行った際、 ブランドンがそのまま倒れてしまうという事件が発生した。タックを組んでいたケイトリンは、ブランドンのことを君悪く思っており、彼に関わりたくなかったのである。しかし、教員から、ブランドンが起き上がるのに手を貸すようにと言われたため、ケイトリンはしぶしぶブランドンに手を差し伸べた。怒り狂ったブランドンは、異常なほどの握力で、彼女の手の骨を砕いてしまった。 ブランドンは二日間の定額を言い渡され、スクールカウンセラーでもあるメリリーのカウンセリングを受けることになった。その後、鳥はブランドンがナヤの中で空中浮遊しているのを見つけた。ブランドンは世界を我が物にというフレーズを繰り返し呟いていた。ブランドンは鳥の呼びかけで正気に戻ったが、その際、宇宙船にぶつかって負傷した。ブランドンが怪我をしたのは、これが 初めてのことであった。鳥はブランドンに、あなたは私たちが産んだ子供じゃない。宇宙船に乗ってきたの。と言った。事態は悪化の一途をたどり、ブランドンの魔の手は家族にも及ぶようになった。ことここにいたり、鳥とカイルは、ある決心をした。カッコ内は日本語吹き替え2017年12月、ジェームズガンが新作ホラー映画の制作に、 取り掛かったとの報道があった。2018年3月7日、エリザベスバンクスの出演が決まったと報じられた。本作の主要撮影は同月中に始まった。当初、本作は2018年11月30日に全米公開される予定だったが、後に公開日は2019年5月24日に延期された。2018年7月に、 サンディエゴで開催されるコミコンで本作のプロモーションが行われる予定だった。しかし、同月、本作のプロデューサーであるジェームズ・ガンがツイッターに投稿した過去のツイートが問題視され炎上するという一件があった。それを受けて、配給元のソニーピクチャーズはコミコンでのプロモーションを断念した。12月8日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。日本では、ザ・ H コレクティブと楽天の合弁会社、楽天ディストリビューションと東方同話の共同配給で2019年11月15日に公開される予定。本作はアラジン及びブックスマート卒業前夜のパーティーデビューと同じ週に封切られ公開初週末2300万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを大きく下回るものとなった。 2019年5月24日、本作は全米2607巻で公開され、公開初週末に784万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場5位となった。本作に対する批評家の評価は平凡なものに止まっている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには145件のレビューがあり、批評家支持率は57%。 平均点は10点満点で5.66点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ブライトバーン、恐怖の拡散者は、その設定が持つまがまがしさを十分に引き出せなかったが、ヒーロー映画のお決まりを逆転させた面白い作品と言えるレベルには達している。となっている。また、メトクリティックには29件のレビューがあり、過重平均値は45。 100となっている。なお、本作のシネマスコアは C となっている。2019年5月、デビッド・ヤロベスキー監督は、工業的に成功した場合、本作をシェアードユニバースとして展開する予定だという趣旨のことを述べた。エンドロール中に流れる映像はそのための布石なのだという。7月、ジェームズガンは、続編に関する話し合いは行われている。ただ、 私は今、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー第3作及び、ザ・スー・サイド・スクワットに注力しているので、続編が作られるとしたらその後になるだろうと述べた。8月、ジャクソン・エイ団は、サイド・ブランドンを演じる意欲はあると述べるとともに、続編が作られるなら、主要キャストには、新人俳優たちを起用してほしいという趣旨のことを、語った。ありがとうございます。